皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。ウクライナ情勢について、橋下徹氏の暴言、暴走がひどすぎるんですけれども、今度はですね、在日ウクライナ人が北海道に行ったことをディスるもですね、なんとそれは自衛隊の講演だったという話を解説していきたいと思います。ウクライナ情勢に関して橋下徹氏は一貫してですね、ウクライナは降伏しろと、ロシアに勝てるわけはないと、ロシアに妥協しろと言い続けて、もう双方からバッシングを食らって、ついには1ヶ月後にですね、方針を転換するプラン B とかって言い訳を言い出すというとんでもない人間なんですけれども、在日のですね、日本に住んでいるウクライナ人にも噛みつきまくって、もう本当にもうひどすぎるっていう、被害者に対していじめを行っているような、ひどい人間であることがわかるんですけれども、これ、在日、ウクライナ人の方ですね、住んでいる方が8年ぶりに本州を出ました、北海道なお人生初めてという、これをですね、引用リツイートしてですね、ここに橋下徹氏は何を言ってるのかというと、悲惨な生活している市民、これですね、しかもあなたは日本にいる限り奴隷になることない、こうして北海道を楽しめる、さらにもう一個ですね、結局日本にいてに北海道を楽しみにしていると、さらにはですね、あなたのように北海道に行ける人もいると、もうしつこく3度もですね、北海道に行った、北海道に行った、北海道に行ったと、もうウクライナ人を批判しまくっているという、とんでもないことをしているんですね。これ見ていただければ分かる通りですね、結局日本にいて北海道を楽しみにしているって何が悪いんだって話ですよね。日本に住んでいるウクライナの方が北海道に行って何が悪いんですかという話ですよ。それをわざわざもうしつこくですね、3度にわたって北海道を楽しみにしている、北海道を楽しみにしているって言ってるんですけれども、なんとですね、ナザレンコ・アンドリーさんは北海道に旅行に行ったわけではなくて、北海道の自衛隊駐屯地で講演をさせていただき、意見交換してしたということで、もう日本の自衛のために必要な講演のために北海道に行ってるんですよ。こういう事情も知らずにですね、なんか遊びに行ってるみたいなイメージを植え付けると、もう本当にとんでもない人間だなということで、橋下徹氏が批判したのは、北海道に行ったのは自衛隊駐屯地の講演のためだったということです。別に自衛隊駐屯地の講演のためじゃなくて、在日ウクライナ人が北海道に遊びに行ったっていいわけですよ。それをね、戦争してたら、じゃあずっと何もせずにいるのかっていう話ですよね。しかもこれは自衛隊駐屯地の講演のためだったってことは、日本のためにもなる。こういうことを批判する橋下徹氏も本当にもうひどい人間です。本当にこのウクライナ情勢に関する一連の橋下徹氏の主張というのは、日本の恥です。日本人の恥です。ウクライナ人の声に耳も傾けず、挙句の果てにウクライナ人を批判し、しかも批判するのはとんでもないお門違いで、しかも現地の戦況もろくに分析せずですね、戦況も分からず、ウクライナが負けると決め込んで降伏しろと言っていたとんでもない人間ということで、もういい加減ですね、橋下徹氏はもうテレビに出すなということと、ウクライナ情勢についてもう何も分かんないんだから、この人語るなと、日本人の恥ですと。もうこの人が言えば言うほど、ウクライナ人の感情を逆なでして、ウクライナ人を悪くするだけなので、いや、ロシア、この人はロシアの何か手先なんですかっていう話で、もう本当に迷惑なので、日本人の恥なので、本当にもう橋下徹氏はウクライナの情勢についても一切語らないでほしいと、これ以上日本の国益を損なうようなウクライナ人の感情を逆なでするようなことは一切やめていただきたいなと思います。